どうも、ことの早金屋で。ってことで、今回は、このコースで対戦車バトルをするんや。衝突箇所は、4箇所やで。対する対戦車は、TKY チャンネル、QN36 さんや。それじゃあ、スタートやで。E231 系山手線、E235 系横須賀線脱落。客系が脱線して、妨害態勢に入っとる。客系と小町が残ってるので、これは TKY さんにしようやな。一回も勝てないのは絶対にあかん。E235 系横須賀線、早くないか。小町脱落。よっちゃん。リバティの勝利で、私に一勝や。ここで同点。ここは追い抜きたいところ。この勝負、ドローやな。4回戦が始まり、同点のまま。リバティ、E231 系山手線脱落。これ、逆転のチャンスか。 E235 系横須賀線が脱落。なんでやねん。小町の勝利で TKY さんに一勝。この勝負はクライマックスを迎えているのだが、私は逆転したいところ。100系とリバティが脱落。やばい。E235 系横須賀線転倒。はい。終わった。小町の勝利で。TKY さんに一勝。ということで、今回は TKY さんの勝利。いかがだったかい？対戦車バトルはまだまだ募集中やで。概要欄にも貼っているから見てくれよな。それじゃあ、また見てね。